はい。えー、こんにちは、翔太です。ポケットモンスター、ソードシールドのシングルランクマッチやっていきます。えー、っとね、なんかまあ、構築は変わってないんですけど、そういろいろ受けを並びを考えてて、サンダー受けをクレセリアとか HD で特化していけないかとか思ったんだけど、C 特化のタマサンダーのダイジェットに受け出したさ、乱数なんだ。まあそこはまだ、まあギリ切れなくはない乱数なんだけど、ステロ考えると普通にやばい乱数だから、なんか全然、 成立するわけがないなと思って、バンギラス以外 <laughs>、サンダー受けとしてさ、成り立たないじゃんみたいになって、なんか、考えるのをやめました。バンギラスを入れると、ウーラオスに対してきついんだよね。めちゃくちゃ。不利取りすぎるから。で、後出しもされ放題だから、なんか、後手後もあるなと思って,と思ってたら、時間が来たので、攻め構築を。攻め構築でもないけど、ドヒドラッキーだし。これは多分、 えっと、ピクシーがめちゃくちゃ通ってるんじゃないか。初手で投げてもいいレベル。まあでも相手裏見てから動きたいかな。ランドピクシー、ラッキー。いやーさすがにそれはいろいろ重いのがあるな。ピクシー、ラッキー、サンダーかな。間に合え。で、まあこれランドルスまあまあ重いっちゃ重いんだけど、まあ有限だから、なんとかなるんじゃないでラッキー ピクシーが、まあ、だいぶ振り取っちゃうけど。まあ先にピクシーとサンダーで動いていきたいか。ランドから来た。まあここにピクシーから入れてるのはだいぶでかいんじゃないうーん、トリックして、カバルドンでめんどくさくなるけど。まあ最悪ピクシー寝てもいいか。 ここ、ランドロスがどうしようもなくなるよりは、なくなるよりはまだ増したから。てか、まあ、ランドいる以上多分、カバルドいないんだよね。OK、ケンブランドは、これで、ケアが効いてる。うん。まあ、玉とかパクれると嬉しいけど。カ炎ン玉上げてラムか。はいはいはい。ねこれでランドロス、割と、 あれになって、ここ岩技打つのはさすがにないと思ってるからサンダー投げたいか。いピクシーのアイテム、アイテムじゃないや。マジックガード発動しない問題さ、ラブ飲みもらったからまあまあ解決したね。こっちだけいいようにトレードが成立したわ。オッケー。自信に受け出しが成功して、うーん、ここなんだよなダイジェットに対してラッキー出されるとうざい。かといって、 って感じだけど。ねースボーフまた撃つの、まあ、今日はさすがに当てるだろ。いくらなんでもね。ねえ、ダイマックス切るんだったら僕もダイマックス切ってたなー言ってほしかったなーそれは。でも僕ここでダイマックス切ったら君ラッキーに引いてたでしょじゃあ何が正解だったんだって話じゃん。最適解がないよ。どっちみちさ、相手次第じゃん。 とりあえず混乱飛行。OK。当てるのは偉い。混乱飛行。引いたら全てが変わる。引かない。第六区は耐えないかな。焼けてるけど、見分の分考えると。まあそうだよね。まあ仕方ないね。負けかな無理くねこのゲーム。受ける部位がやっぱ無理だわ。 なんか、ふわっとしてる。まあ、僕が理解してないだけって話はあるけど。ふわっとしてるなこっからピクシーでまくれる、話してもいい無理、無理かなさすがに。えー、今からお前天然になれよ。マジで、ピクシー。頑張れよ。マジで <laughs>。天然になってくんね。今から、今からでも遅くないから。大ボールで。 うーん。まあ、カバルドいないから関係ないと思っていいけど。これ、ドヒドイ出が切りだったらもう負けでしょえー、さっきんとこ僕ダイジェット切んなかったのが悪いのえー、でもラッキー引かれてたらじゃ、じゃあどうしてたのダイジェット切るの無駄になってたじゃん。まあ、ピクシー引けたからそれでよかったんか。ダイジェット切るにしても。ピクシーあん、ラッキーに対してピクシー引いて。 え、でも相手だけダイマックス残っててさ、苦しくないかあの、サンダーは止めれたか。こっちダイマックス切って、ラッキー引かれて、ピクシー投げて、まあ、自破に投げるみたいな感じで。瞑想積んでって。うん、それでいけたくさいか。引いて、 うんあどうしようもなかったかなまあ切りがあるかないかゲームになるからえー、でもこのテンドヒドイでさすがに多分ね切りないよ毒にしてるはず まあこ,こから無限迷走してまあヘドロパックルところあれヘドロじゃない相手相手も何まあ乱持っててもしょうがないから上げるわ こから相手 TOD に入れるけど、4分ぐらいしかまだ経ってないから、5つ目。まあ、ットはいいね。ネット打ってくるならまぁ、きれないんじゃないか。あまあどっちみち打つか。打ってもかうん。まあ、まあ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 。まあまあまあ、まあ。 ねこれドヒドヒ HB だから、6回瞑想積むと、ピクシーだいぶ、ドヒドヒで殺せるパワーを得られるけどね。で、ランドロス出しても平気でしょまあ、フェローチェか、気になるの。まあ、毒好きは一発多分耐えるから、いやー、でもタスキ考えると、あれだな、ちょっと。 負けだわ。関係なかった。関係なく僕の、僕の負けあったわ。えー、さっきのとこだ。今、金なかったのはさ、ラッキー、最悪の場合が、ラッキー引きで。えっと、こっち、ピクシー投げ返す。まあ、でもランドロス引いてたか。そしたら。そうすると、 え、でもフェローチェがそうしたらさ、ちょっときつくないフェローチェをきつい、どひど投げない選手としてる僕が悪いんかな、まあ、いずれにしても、ダメだわ。はい。じゃ、そのまま続けて2戦目やっていくんですけど、マジで勝ててない。本当に。順位、もうやだ、もう <laughs>。この辺の順位しかも一番敵強い、もう。 一番できついはさすがに持ったけど、強いんよね、とにかく。とにかく強いし、もう、冠ルール本当わかんないから早く終わってくれ。竜王戦ルールは竜王戦ルールで、YouTube 的にきついっていうきつさがあったけど、冠ルールは、普通に僕がきついわ。ザ魚だから、このルール。最高2000も、 2000ちょい、もうあれもう運良かっただけやんって感じだし。えー、っと、ドヒドムドヤドキングかなまあ選出は一瞬で決めれるね、やっぱり。慣れてるだけあって。ジバコイルが無限にめんどくさいけど、磁獄地獄ほんとやめてくれ。マンムでも、まあでもマンムだけ殺せば最悪地獄し、あ、じゃあムド死んでもいいかサンダーがゲロで、 ねえ、どっかさまサンダーやめてくんない勝てないけど。かといってでも、バンギ投げると、バコきつすぎる。え、ね、え、でもバンギじゃないとさ、いろいろきついよな。メガネラスカ食らっちゃうと、多分サンダーが絶望的になるでしょかといって、あ、違う、バンギ無ドじゃない。ブルルだわ。 えーもっときつくなったな。ブルドヒバンギかブルドヒヤドキングだけど。えー、えー、でも無道いないとマンムーも無理だわ。よく考えたら。ほんとにどうしようもない。ブルルで、初手入って頑張るか。土俵に入るとさすが S 場、さすがに S バやばいから。えー、これ <laughs>、結局タクくなっちゃった。ダイマックス切るタイミングをタくかさ、それとも、ねえ、みたいな感じになって、 しまったけど多分強いバンギラスを持っていくちなみにこれラスターカノンにどひどいで投げてメガネチェックをしてダイマックスタックを緩和するために一旦裏に引かなきゃいけない作業が待っていて深刻だなサンダーから来ちゃった想像し得る史上最悪の 盤面から始まったゲームがしかもこいつボルチェ <laughs> バン、番気に引いたらお前ボルチェン撃ってくるけどさ、こっちが突っ張ったら暴風撃ってんだろ一回守るってミたるわ。ボルチェンあるかないか、ボルチェンあるんだったらボルチェン撃たない理由ないんだよな、まあ、突っ込んでもよかったけど、イガドリギーとかで。さすがにそれはやりすぎか。トンボ帰り持ってるけど、これさすがにスカーフ、1点を見していい。これは保証するわ。 誰に聞くかなマンムではないヤドでギリや保証するスカーフえ大、ー、ま金でお前悩むなよマジでねえ <laughs> それは違くないトンボ帰りを持ってることにまず驚いたけどうんスカーフだよね要は何があってもサイクル回したいってことでしょ その気持ちはわかるよ。字箱出てくる。まあ、とりあえずこれはあれだね。頑丈潰せとけるからちょっといいのと。えー、ただらあのサンダーイバーム撃ってくるよな。ま、さすがにいけるか。スチールと違って B 上がるわけじゃないし。そんなに、まあ、重たく捉えなくてもいいと思うかな。で、守って、 まあ、どひどいで下げたいけど、釣ってきたね。サンダー出しか。うーん、ここトンボ返り打ったれる分にはいいかな。バンギラス引いちゃおさっきサンダー対面突っ張ったのに、今度、サンダー対面引くからね。僕みたいにこういうことする奴がいるから、ダイマックス切るタイミングゲーになってる。目つぶってダイマックス押しても変わんないもん。タイミングさえ合えば、通るから。変わらん変わらん。 僕がこのゲーム悪くしてたわ。<laughs> 僕打ってきた <laughs>。これで三打引くしかないでしょ。裏に通る技打とうぜ。あ、ステロでもいいな。実際。ステロも大いぶだね。ここ、地箱入れ投げてくる分には、自信打つ話あるから、地箱多分投げれないでしょ。マンムー出てくんのはやばいけど、大いぶ切っちゃえばいいか。えー、気にするべきは、 ねえウローウーすとかあったときのこと考える多たぶんステロなんだよねうんうんうんスカーフだと知っているため無料でステロが負けておい待て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 そっちのサンダーは暴風全部当てんのにさもうこの前の僕のオッ OK 混乱は動くなら混乱しないのと同じだから別にいいんだけど、まあ、その後はとは麻痺はさ素早さ下がったりやけどはね火力下がったりみたいなその副作用みたいなのがあるけど これはまた話が別だから。で、自信負け、ああ、じゃあステラろ負けたから自信をしてもいいけんなまあ誰が出てくるか次第か。とりあえずでも裏はなんとかなることになってるから。え打ち返れんだけどこいつ。マジで言ってるえな、なんで打ち返れんのだいぶやばいことしてたな、僕。 打ち分けできるサンダーに。あウラスカアラスト。やっぱウケループじゃねいいわ。まあまあ、これぐらい許してやるよ。しょうがねえ。えー、これ大ファーム、大ファームで死なないか僕のポケモン。一匹残らず。うーん。これ一回ね、ドヒドでね、見るのが重要だと思うんだよね。 まあ、あピクシーの時もそうだけど。ここ、ウーロス視点ね、割と、毒付きをしたいと思うんだよね。ブル,ル一点1みで。それを一旦チェックしたくて。まあ、そうそうそう、こういう技を持ってる時があるから。しかも、ドヒドイでは、なんとね、熱湯があるため。心配ないと、氷が。なんだからシンプルに慣れてるか慣れてないだけかの。 違いな気がするけど、慣れるのにかかる、なんか、要求されるものは違いすぎる。質的にも違うし、なんか、うん。まあ、それが向き不向きなのかもしれないけど。地箱出てきて、まあ、これは裏見て技を知ってくるかどうかみたいな話だけど、早めに焼いてほしいな、地箱色。れを。焼かない。うーんとねー。 まあまあ一回統治下でいいかただからこいつのこだわりかどうかがまだ見えてないから突っ込めないといえば突っ込めないボルチェン、えーンえボルチェーンをブルルで受けたいブルルでボルチェーンをもらいたいいいかブルルでいってここラスターカード打たれたら終わります 命,命も世界も全部終わります。ちょっとダウンダウンダウン、ボルチェ。しかもボルチェだと帰ってくから、次のタクがないよなちょっと帰ってくれ、マジで。オッケー。これメガネでしょ強いもん。まあメガネ、いやーきついけど。まあでもドヒドヒで技見て。でもダイマックスタクがあるからな ラスターカウンだと思ってド俵入りで浮き浮きで突っ張ると次こいつ第三打撃ってくるんよなそれがえぐい。3打。で、ダ打はこれで捨てろ。絡めれるから。まあ、ブルールのヒットポイントはちょっと減ってんのがまずいけど、ボルチェンにしては、半減にしては痛すぎるだろ、あいつ。まあ、跳ね押したいと思うんだけど、こっち守る見えるターンだし。 羽押したくないですかサンダーと、あれだね、地バコイル両方入れて結構珍しいね。うん。で、これで番儀2回分回復するから、ヒットポイント確保できる上に、まあ、裏を削っていけると。まあ、トンボ返りで引いてくる。いや、あの、打っても結局半減なんよな。まあ、ステロで裏押すと、地バコイルをちまちま削ろうと思ったけど、 よく考えたらさ、よく考えたら、フィールドがマジで邪魔。なんでこっちが張ったフィールドにさ、お前、ターで、金払えや。使わせてやってんだから。引いて、まあ自信押したけど、どっち出てくるかな。まあ、ウブラスだと思うけど、うん。 ロで削れていやここばかり気がないからねここ負荷かかんないけど自信ないとまあでもヤーキング裏にいるときはいらないよなでもウツロイドとかヒードランに強く出たいけどなでこれあとサンダーは毎回削れるタイムが挟まれるからそれでいいでしょ、ね、えーブルルここ一直線に引きたいけどまあドヒドヒでに切った 引くのが大事ただ多分毒好きとかないと思っていいんだけどまあ強打打ってるああここブルル引き見え見えだな相手してブルル引き以外の何もでもないもんこっちが次に取る行動め、ね、しかも砂の定数ダメージなかったことにしないでくれ カプブルルとバンギラスがさ、お互いに、めちゃくちゃ相性悪い。いや、いい部分もあるけど、こいつらマジで <laughs>、マジでさ、もうちょっとなんかお互い協調性を持ってほしいよね。バンギラスの砂は味方に入らないし、ピクシーは月ピカをちゃんと押せるし、ブルルの回復は相手に入んないみたいなさ、もうちょっとそういう協調性を持ってほしいわ、君たちには。ちなみに、こう、ダイアイスを、 打たれるんじゃなかろうかと思ってるんだけど。こんだけ削れてるでしょここ大アイスタイムないんよなさすがに、落ちるはずで、アイス打つと。えー、ダイマしたいなーえー、でも引くかどっちかだから、どヒちどっで引くわ。アイス打ってきてもいいし、相手引いてたときちょっと、 まあドヒドヒでカバンメン着ちゃうけど、オッケーだ大魔切んなくてよかったね。サンダー。うわーこいつの、こいつのボルチェンじゃないや、トンボ帰りに、<laughs> トーチカ入れたいなー世界一今、トーチカを入れたい気持ち。ああ砂収まったけど、えー、ここ羽かなぁ。え地、ー、箱引きもあるなー 通ると思ったから、統治チを押すわ。通るでしょ。トンボ返り押せ。多分、10万トンボ返り、暴風、羽休め。ねボルチェンも持ってんのボルチェンも持っているのか。でも、火力あるやつじゃないから。はん、再生。熱湯でいいね。ジュバコイル焼きたいな。ボルチェン。 ちなみにこれも、こう、第3打切られたら土俵死んでるやんって話だから。まあでも土俵死んでも言うて、即こうはないけど。うーん、ジバコイル焼いて、熱 <laughs> 湯2回目だよ。稼いでるからね、試行回数。ふっ焼け焼け出しろぼっオッケー。これで、統治化してれば、ジバコイル勝手に死ぬようになったから。 とりあえずはいいか。めちゃくちゃウケループっぽい試合になってるけど、苦しい動きが大きいんだよな、あまりにも。なんか、無限大ないた頃はさ、無限大なのそのスペックだけでさ、すべてに対応できた感じがあったけど、さすがにね、ちょっとね、厳しいものがあるね。ねウーロスだけになると、どひどい手でいけるでしょいや、かといって、ブルールまだ削れないからさすがに番撃きか。 自箱でボルチェンもらうの。あ、じゃあ自箱じゃない。ブルルでボルチェンまだもらえないから。で、バンギはここ一回前なら食らってもいいでしょ。で、自箱えーなんか、えー、メガネじゃなかったの強いんだけど普通に。<laughs> えー、これサンダーがまずくないかいくらなんでも。スチルってくるんだったらサンダーちょっと雑魚だから。 守っていいけどいやーこれダイマックス勤内でここ勝利したいなーえーボルチアあんな入るもんだったっけアナライズか頑丈じゃないハーシャルねそもそもうーんまあドヒドイで引きかまあドヒドイでが 一番本領発揮してると言えば本領発揮してるんじゃない再生力で。何回もさ。で、相手こういう感じなら、ヤドキン TV ちょっと投げたかった感じだったけど、まあ言ってもしゃあない。うん。ラスカに投げるターンはでかい。で、結局ドヒドウ番ギも着地さえすれば2回分稼げるからね。やけど。まあだいぶいいと思ってるけど。ここと落ちか。次。 あれだね。着地、どっちか着地に成功すれば、ジバコるはお亡くなりになると。いや、ただね、ブルル投げると、ジバコ死なないだけだから、それはまずいんだよな。うーん、たらサンダー死ぬわけにもいかないでしょう。まだ死んでいいの多分ドヒドだよな。対面でジバコは大魔、あ、じゃあ、ブルルは大魔切れば、ウーラオスまだ抗えるから、 多分、ここ、突っ込みクあんだけど。ラスカート美味しいから再生をしとくか。ボルチェンはさすがに耐えないよね。耐えるのでかっ。えー、ブルルが D ないだけか。ブルル思いのほか D なかった。<laughs> あんな柔らかかったっけえー、でも自箱死ぬじゃん。次で。で、3段をコステロファイルのでかい。 2連投地か狙わないでよかった再生間に合ったのめっちゃでかうーん欲張るなら熱投だけどさっき投地下見せて3打毒入ると結構絶望的だから万撃が通るはずなんか20分ぐらいの長丁場の試合になっちゃったな ああ、ボルちゃん押してるか。いや、まだでもこれはバンギラス耐えてる。で、ウラオス出てくるでしょ。まあ、裏を1枚切らなきゃいけない話だよね。バンギラスは絶対に残す必要があって。いやーちょ、ウラオス、守る貫通すんの本当に訳が分からん。意味わかんなすぎるもん。理由言ってみろ、お前が。守る貫通できる。 えーっとね、ドヒド経由して。いや、多分これだったら多分ブルルから行くべきなんだよね。で、ドヒド対面で着地して、サンダーはステロあるから結構苦しいはずで。いや、これでも一体失ったらさ、TOD まずくないえ、でもこうブルルでダイフェアリー打って、いやー大ダイハイスで死ぬなダイマ切ってきた えー、チ巻きじゃないかなハチ巻きだと思ったけど、えー、ど左半分以上入ってるから、さすがハチ巻きなんだよね、こいつは。だダイマックスから入ってくるのちょっと考えてなかったけど。えー、ちょ、アーク撃って。巨大一撃。そっちなら本当にいいから。ナックルはちょっと話違うなぁ。それきついやつだな一番。 世界で一番困る技を打たれてうーんどうしようかえーここなんとかできないと負けなんだけどフェアリー打ちたいけどアイス打つかなえーちょアイスだったら食べてくんないちょっと頑張って海流のついでで めたられるのたまらんねえ。ねがまあ、カプブルル受けて、で使って最終位置取ったやつがいるから、受ける部でね、最終位置取ったとこがいるからね。カプブルルに対するヘイト高いよね。しかもビアのみバレてるしな、世界中に。誰も毒跡撃ってくねえ、ちょっと耐えない。いや、え1個上って,てるから無理だな。さすがに、さすがに無理。 なんか、ウーラオス、もう、どうやっても勝てないポケモンになっちゃった、ウーラオスが。こっちのウーラオスに対するさ、対策の、上の上を行かれ続けるからさ、一生だっても勝てないポケモンなんだよ。あーいや、きつい、もう。しかも t デ d 嫌なんだけど、俺 t デ d なかったらさ、 ここをサンダー引きにバンギ合わせてとかみたいな。いや、ないわ、ウーラオスが殴ってるだけで勝ちだもんな、お前は。負けだよ。ねえ、ほんにどうしようもない。ウーラオスがガチでどうしようもない。 どうしたらいいの？もう誰にも勝てないんだけど <laughs>。無理だ。マジで。